年金で暮らしてきたおばあちゃん、いろんな人の声と思いを預からせていただきます。正直まだまだ我々の高齢で気づくこともたくさんあって、こちらから何かをよりもむしろ与えていただく、そんな12時間だったと思います。公約も速やかに変更し、その意味では皆さんと一緒に作ってきた12日間、そんな思いで今私はここに立っています。そんな中で奈良県に来た時です。新鉄奈良駅で街頭演説をしていた時に視聴者男性が来てくれました。私のスーツをビシッとした手でしたけれども、こちらに来て、玉木さん、僕就職氷河世代なんです、行ってきてくれました。で、今から僕面接に行くんです、だからスーツ着てるんです。その前に玉木さんに一言を会いたいのでここに来ました、そう言ってきてくれた。で、彼が言うのは、いわゆる就職氷河世代で、学校出た時に景気が悪くて経済政策も良くなくて、就職口が減って、いわゆる正規の仕事には就けなかった。それからもう約20年近くずっと正規で働いてきた。でも今回国民民主党の給与が上がる経済、手取りを減らし、そして就職氷河世代をしっかりやっていく、その公約マニフェストを見て、僕もう一回頑張ろうと思った。だから今日こうして面接に行くんです、そう言ってきてくれたんです。私は胸にずっとくるものがありました。この間全国回って一番感じたことは、国は政治は経済政策を絶対に間違っちゃダメだと思います。経済政策を間違うと、時に人、大切なかけがえのない若い人たちの人生を狂わせてしまう。それぐらい重いものなんです。だから、決闘以来、経済政策にはこだわってきたし、真面目に頑張る人が、ちゃんと報われる社会を作りたい。それが私たちの決闘以来の会議です。だから今回の選挙戦ももちろん政治家の問題、大きな争点ですよ。でも我々は重い手取りを増やしていった、これを何としてもやりたいんだ、そのことを訴え続けてきました。だからね、私は政治と金の問題を譲らないんだよ。それはごまかしたり法律違反を犯してる、そのこと以上に自民党に近い議員が裏金、そのことによってマスコミにどう答えようかとか、中には検察の聴取にどう応じようかとか、あるいは市の選挙どうやったのかとか、もうそんなことで頭がいっぱいで、肝心の政策や経済政策実行の関係ないからだよ。だって今マガジンにこの瞬間になって与党は自民党でしょ。もし今の瞬間北朝鮮からミサイルが飛んできたり尖閣諸島に上陸したら対応するのは全部与党でしょ。それなのに自分の首がどうつながるか、
したガソリンケースで電気代で下げ、こういったことを総合的に講じることによって皆さんの手取りを増やす経済政策を速やかにやりたいと思います。そうするとね、じゃあ間違えないよ。いや、ただただ今国には1000兆円下にも働き所なんて減税なんかしたら国が潰れちゃうよっていう人もいるんです。真面目ですよね。心配はそうそう。でも皆さん安心してください。入ってますから。税収が今年の8月の税収と8月の税収1年間比べると 25.8% 伸びてます。でも民間の賃金上がったのに 5%、 年金も 27% です。これ冷静に考えるとおかしいと思いません？皆さんの所得の上昇率が 5%、 年金所得の上昇率が 2.7% だったら国の税収も 2%、3%、5% ならわかるよ。桁違うもん。 20% 以上国だけ懐伸びてんだよ。おかしいよね。だから取り過ぎた税収は適切にお返しすればいいんです。財源がないのをどうするんだ。最近ね、この手取りを増やす経済政策を維新の皆さんも共産党の皆さんも外交演説で訴えているので、ありがたいで、中にポスターに貼ってる人もいるんで、ね、ありがたいでしょ。もう認められてることなんで。ただね、財源の心配はねしなくていい。貼っときゃなんです。減税して財源どうするんじゃなくて、余ってるから返すだけなんです。で、特に私たちは103万の壁の問題をこれを今回絶対やりたいと思います。今長くなんだかんだ今は誰も手をつけてこなかったんですよ。保険料の壁の話は最近手当てする人はいるんだけど、この伝統的な税の103万の壁は政治の世界で扱ってこなかった。でも我々が扱って私言ったのは、学生の皆さんから全国で不安のように言われてます。103万以上働いたら税金がかかるから103万以下に抑えてるんですね。それだけじゃなくて、103万以上働くと自分で稼げるから、お父さんお母さんの扶養に入ってるのが外れちゃうんですよ。そうなると今まで扶養控除を受けていたご両親の税負担がどんどんあるんですよね。だから今日学生の皆さんにが毎年いいけど、100万前に抑えるように働いてくれって言われていっぱいいるよね。で、これね、もったいないじゃない。最低賃金上がって時給は上がってるのに、こんな時間働いたら確実に豊かになれる手取り増えるのに、わざわざ抑えてんだよ。で、カツカツ返してくれてね、とにかく返してくれてよ。時給が上がったんで、103万にもう10月で経って、11月、12月、シフトに入れないバイトが山盛りで出てるんですよ。ね、だって年末でも、ね、カラオケ屋さん、これから忘年会、一番稼ぎ時なのに、学生アルバイト雇えなくなって、店長が全部自分にやらなきゃいけなくなってるんですよ。雇ってる人も困ってる。働きたい人はもっと働きたいよ、働く。これなんですか、これ。ね、ありがとうございます。しかも、この103万ができたのは1995年ですよ。29年前、私が作ったの93年だから、もう私、社会人になってからずっと103万ですよ。だから我々は、磯崎さんと、さんとも話をして、この間、東京都の最低賃金は 1.7 万枚になってますから。じゃあ、同じだけで103万を 1.7 万円にして178万円にしませんかっていうのが私たちの提案。どうですか皆さん。それで合わせて聞いてほしいのは、ここにいる人はね、みんなお金持ちだから103万円以上絶対稼いでる。でもその人に大きな利益があるから、今から言うから聞いてくださいね。我々が首都高速と
所得控除を上げて100単を178万にすると何が起こるかというと、皆さんが払う所得税の計算の際に課税額とかまず控除額を引きます。その引く額が今103万なんだけど、178万円プラス75万円余計に引きますから、全員の課税対象所得は小さくなる。だから全員に減税効果が及ぶんですよ皆さん。詳しくは予報を見てほしいんですけど、年収200万300万ですけど、大体年間12、3万の減税効果があります。そして15、6万の減税効果、800万、900万という人方は22万円の減税効果があります。いいでしょうね。やりませんか。で、これめちゃくちゃまともな税制改正です。だってアメリカのオーストラリアも他の国みんなやってる賃上げかを呼んだり負けがけで今私が言ってるのはコストを調整しないとかえって実質取りがいるから、どの国もちゃんとやってる。あっという間には言うしかも、もっと不幸なのは自民党公明党と言わないね。でも野党の内閣に県民党も維新も他のいろんな議員も来てるけども、何でもしたって一定では国民に下がるんですよ。だから現実的で国際的に極めて標準的な減税策を私たちはやろうとしてるね。ガソリン減税もそうですから、50年前でした。1970年最初2年間で労働者が増えていって、どうぞ必要なためですよ。もうあれから50年半世紀ですよ。で、労働だけに使うって言っときながら他使えますって何言ってるか分かんない。これ民間だとこれ何て言うかというとね、タビってね。だから皆さん10年前にできて本当はもっと皆さんが豊かになれるように、けどそれを妨げているような古いゾンビ税制やりましょうよ皆さん。50年前でして、ね、ガソリンを乗せて物流コストを引き上げて物価高が止まらないような原因になっている古くさい50年前にできた男性税ゾンビ税制、これもやりましょうよ皆さん。具体的にこういうことを一つ一つ言ってる。でも、ね、私ね、なんで自民党や公明党を戻ってきないの。それは自分たちのための政策ばっかり大事にしてるからです。政権が政策活動費を裏金でしょ。あれ税の問題ですよ。きれいに裏金にしてるけど、あれ脱税だから。何に使ったのか、誰に渡したのか、全く明らかにすることなく、一定も税金払わなくていいお金はね、民間にはないから。こんな風に会社経営してる人おかしいと思いますけど、家族でファミリーレストランに行って、あるいは会議室に行って食べて共通してもらって、これで会社経営してきたって絶対税務署に認めないから。こんな会社の内容になって家族で食ってるって言われたら絶対認めないから。でも政治家はそもそも何に使ったか明らかにしなくても税金払わなくていいなんて、こんなの認めちゃダメですよ皆さん。そう思いませんか。それとね、私この間各党の党首とテレビに出てこの人の分野で、そしたら岸田さんがね、上層税交付金を倍にするとかね、公明党さんが10万円配るとか言うんですよ。すごい嫌な感じのは、なんかね、税金を自分のお金だと思ってるんですよ。だから、一緒に払っていただく税金は、自民党のものじゃないよ。公明党のものじゃないよ。ましてや財務省のものでもないよ。それは、真面目に働く、ね、皆さんのためにちゃんと
ができれば、国民民主党単独で法律改正案を衆議院に提出することができるようになることだ。今私が言った100万の壁を70万に広げる、基礎控除を引き上げる、あるいはガソリンの安全性能を取り付ける、これは所得税法の改正や都政と分別を進める法律の改正が必要なので、法改正しないとできない。だから皆さんに何とかこの選挙で国民民主党に力を与えていただいて、法律改正案を国会に提出する、この権利を与えてください。皆さん、嬉しいね。今日は半分あともう10分ぐらい前に行きたいと思いますので、最後私の思いを皆さんに伝えさせてください。4年前に国民民主党を創立した際、随分バカにもされましたし、選挙のために当面するんじゃないか、いつもご自身前をメディアの皆さんにもいただいてまいりました。大きなお世話です。でもね、大変です。私、結党の時の愛の演説で、三匹のカエルの糸を作るのを持っている。それは大きな大きなボートの中に、いる、余裕が入っている。その中に三匹のカエルが落ち込んだ。一匹目のカエルは、そしたら何もできないやつが見られて、このまま死にました。一匹のカエルは、妙に道路に立ちて、何とかなるわと思っているうちに、どうにもならなくて死んでしまいました。3匹目のカエルは、あんなに行くことがないから、探して探して、もがいてもがい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 て、威力が蓄積されて、バタバタして固まって、そこを動かしてどこに出れたというのが、もがいてきました。私たち国民民主党は、小さな小さな政党で、磯崎さんとも、田中優太さんとも、小さい人の仲間や国会議員の仲間、もちろん新幹線なんてもそうです。非常に、ご外人、ご外人、ご外人もあります。でも、私たちは負けなかった。選挙、権力者の主婦活動にはしない。ひたすらなきゃ反対だけではなく、しっかりと対話と権力を出して、堂々とした、政策論争ができる国会に行きたい、それを嫌いな政党でありたい、そんな政論を吐き続けてきました。でも多くの人にそんなかっこいいことばっかり言ったって席を得ないじゃないか、支持率が上がらないじゃないか、姿勢が出てみたいと支持率が見えないじゃないか、いろんなこと言われました。お客さん、今日はありがとう。私たちは何も変わってないし、同じところに同じ場所に続けます。でもそれを見つけてくれたのは皆さんです。皆さん、国民民主党を私たちの見つけてくれてありがとう。でもさっきね、横浜で公約した時、一瞬電車乗ってきた若い人が、たまたま違うかね、僕たちが国民民主党が好きなんじゃなくて、国民民主党が僕たちに希望をくれたんだって言ってくれたんだ。先に言ってたら相手の悪い時間ばっかり、そんな中で唯一の希望があくまで政策です。どうやったらこの国民に行けるのか、国民生活の暮らしをよく知っているか、非常にそれこそ僕たちの知っているこの姿が僕たちの希望でしょう。そう言ってました。でもね、違うと思った。僕が言うよりは我々じゃないです。国民の皆さんなんです。一生懸命頑張ったって、それこそ給料が足りない、キャリアが足りない、何度やったって失敗する、合格しない、
多くの挫折の中で、それでもなお与えられた責任や責任や仕事を一生懸命暮らしている今日ここにいらっしゃる皆さんたち、みんなそうだと思う。私たち国民民主党はそんな真面目に頑張る皆さんがちゃんと報われる社会を残したいと思います。忘れられずにお願いがあります。なんとか責任を取りたいので、一つ皆さんにお願いがあります。まず一つ、席に行ってください。心からのお訴えでございました。本日はこの日報道